Hola a todos, bienvenidos al canal, me podéis llamar Cloud. Y bueno, hoy vamos a jugar a Genshin Impact. ¡Vamos allá! じゃない無事なだ。終末版の一員、正真正銘の忍者じゃ。忍者？じゃあさっきのは伝説の変化の術か？でも終末版ってなんだ？終末版はシャブ業にある神里綾人の隠密部隊じゃ。現在神里綾人とシャブ業は中立な態度を維持しておる。わらわでも終末版を動かすことはできぬ。しかし年中サボっている終末版の一員を捕まえて手伝わせることくらいは可能じゃ。いや、では何時らには城内へ入り、天領奉行が裏切った証拠を探してきてもらうぞ。あのような場にわらわが顔を出すのはふさわしくないからな。そんなこと言われたって。ん？もうとっくに分かっているものじゃと思っておったが、いいじゃろう、少し手がかりをやる。部外者にとって天領奉行の細部まで知ることは確かに困難なことじゃ。じゃが三奉行が将軍を補佐し密接な関係を保っている以上、他の奉行が異変に気づくこともまあまああることじゃろう。分かったようじゃな。幕府軍の汝に対する捜索はまだ終わっておらぬ。じゃがこの終末版の忍者の助けがあれば汝の友と無事再会できるじゃろう。約束の日までに
証拠を持ってくるんじゃぞ。君たち、どうして戻ってきたんだい？抵抗軍は？今の戦況は？俺はここから出ても大丈夫なのか？まだ無理だと思う。オイラたちが来た時も近くで見回りしてる人がいたぞ。まだ終わってないんだね。じゃあここに来たのは俺たちに相談事があるからかな。お嬢を呼んでくるからちょっと待ってて。なるほど、様々なことを経験したようですね。状況はすべて理解しました。今はとにかく天領奉行が裏切ったという証拠を見つけなくてはなりません。そうですね、そう言われると確かに気になる点がございました。幕府軍と抵抗軍は長きにわたり交戦してきましたが、将軍様がそのことについておっしゃったことは一度もなかったのです。最初は単に将軍様がそのことに興味を持っていないのかとも思いましたが、今考えると天領奉行が将軍様に提示した上層に何か問題があったのかもしれません。それって天領奉行は国内の軍事事務を掌握しています。彼らに隠蔽の考えがあった場合、我々に知る術はございません。その結果、将軍様はメガリレーで生じる害を誤算してしまい、それを続けているのでしょう。もし天領奉行の上層を手に入れることができましたら、すべてがわかるはずです。だけど、上層に触れる権限を持つ者は九条高行一人しかいないはずだ。それにあそこの警備は厳重で、たとえ左右の助けがあっても上層をこっそり持ち出すのは至難の業だろう。あの護衛たちの気を一時的に引くことのできる何かがあればいいのですが。そうですね、宵宮の花火。遠間らしい策ですね。しかし理にかなっているかもしれません。天領奉行の隣には千住百目神像があります。もしその周囲で花火を放てば天領奉行も無視はできないでしょう。その時に左右が天領奉行に入り込めば、上層や他の証拠などを。よし、俺が自由になれる日がどんどん近づいてきてるのを感じるよ。はあ、こうして座って一緒に話すのももうだいぶ前のことに思えてくる。俺にとってはそうなんだ。毎日ここで君たちを待ってるんだから。昔から確かにここは俺の一番好きな秘密の場所なんだけど、今回ここに身を潜めるようになって、もうずっと茶屋の外には行けてないんだ。くそー、温泉に入りたいな。トーマ、かわいそうに。今は目先の問題を解決するのが先です。
メガリレーが廃止になれば、トーマも自由になれますよ。せっかくの再会ですが、談笑している時間はないようですね。すべてが終わってから、またきちんとお祝いをしましょう。その時はもう一回、鍋遊びをやろう。まだそれを引っ張るのかよ。天領奉行の近くには、護衛がたくさんいます。くれぐれもお気をつけて。終わったらここでまた会いましょう。じゃあ、オイラたちは花見坂へ宵宮を探しに行こうぜ。うちに任せとき。実はこの前ちょうどごっついもんが作れたんやけど、威力がとんでもなくてな、実験できる場所も見つからんくて。ちょうどええからあんたらにあげるわ。うちの代わりにどんなもんか見てきてや。あ、それと火つけたらすぐ走るんやで。やないと服が燃えてまうからな。それと耳も塞いだ方がええで。うい、なんか怖いぞ。大丈夫やって、ただの花火やから何の問題もあらへん。じゃあやってみる。ありがとな、ヨイミヤ。花火は手に入れたし、あとは夜を待つだけだな。待て、お尋ね者を逮捕するよう命が下っている。まずい、
予想通りだった。人がたくさん、気をつけないと見つかる。潜入するには注意をそらさないと。せつが上層を手に入れたら木漏れ茶屋で集合する。それでいい？それと、もしせつが捕まったら助けに来て。本当に大丈夫か？とにかくオイラたちは先に千住百目心臓のところに行こう。見回りに見つからないように気をつけろよ。計画はうまくいきましたか？お疲れ様です。あとは左右を待つだけですね。確かに運動は成長を促すけど、これは運動しすぎたかも。クラクラしてみんな回ってる。ダメ、眠る前にまだ重要なことが。そう、手に入れた。主らの言う上層が何なのかわからないけど、怪しいものは全部持ってきた。はい、これ。せつはもう寝る。お嬢、これは。この封がされたもの、天領奉行が将軍様に提示した上層で間違いないでしょう。それ以外にもこれは彼らとファデュイの間で交わされた手紙ですね。どうやら八重宮司様の判断は正しかったようです。今の稲妻の紛争は彼らが助長したものでしょう。これらの証拠があれば十分。
これを八重宮司様に渡せば、あのお方が次の計画を立ててくれるはずです。私も人手を招集し、稲妻にいるファデュイをできる限り探し出します。だけど将軍様には気をつけろ。あの方の刀を振るう姿を思い出すたび身が震え上がる。八重宮司様を信じるしかありません。あのお方は将軍様と密接な関係にあります。何か方法があるのかもしれません。確かもうすぐ巫女との約束の日だよな。オイラたちも支度が終わったら鳴神大社に行こうぜ。Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo y darle al like, suscribiros, compartir y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Nos vemos! ¡Adiós!